キクラゲは、イルカンジクラゲ科に属するクラゲの一種。主に、瀬戸内海で、秋から冬にかけて見られる、夜行性の大型の箱型クラゲ。箱型の傘と、傘の四隅から一本ずつ伸びる淡い桃色をした4本の、触手を持つ。立方クラゲ類の中では、大型種であり、成熟すると傘高は大きなもので15から23センチメートル、触手は、 最長で1メートル以上になる。傘高6から8センチメートルの小型個体から生成塾が始まると推察される。立方クラゲ類は、その多くがポリップ世代から直接クラゲ世代に変態するという特徴を持つが、本種はタコクラゲやサカサクラゲなどのハチクラゲ類と同様に、ポリップがまずストロビラ化し、そこからクラゲ世代へと変態する。強い死法毒を持ち、 体長数センチメートルの稚魚を十分に捕獲する能力を有している。人間が刺されると火がついたように痛むという。実際には、付着した触手に沿った部分の皮膚が赤くなり、ポツポツと発疹が出る程度で、痛みやか弓もなく、後として長く残ることはなく、一週間くらいで症状は消えたという。このことから、昔から言われているようなひどい症例には至らないと言えるが、 刺された部位や体質差が関連する可能性がある。ありがとうございます。